So you think it's awesome. バッチリです。まあいろいろ大変な部分もあったんですけど、コロナで練習がなかなかできなくて、ただ、まあ、満足できる演奏を楽しく楽しめて演奏できたと思います。私は特に吹奏楽部であったわけじゃないので、あまりこういう演奏会に来る機会がないんですけど、まあ、ちょっと縁があって今回来て、ここまでの努力も、まあ、結構練習の頻度とかも聞いてるので、素人ながらにすごい綺麗な音楽だなと思って聞いてました。すごい迫力があって、まあ、音も綺麗だったし、すごい聞きやすかったです。いつもホールとかだと距離もあって、まあ、そのダイレクトに音が飛ばないんですけど、今日はこのすごい近い距離でこの迫力のある嬉しいな演奏を聴けたのがすごい良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。お腹に気腹も出ていただいてびっくりしました。チラシありがとう。何もすぐごめん。チラシ。勝手に大学の取り場で。ありがとうございます。こちらこそ。申し込みいただきます。そうです。また大学で。あ、全部入ってない。ノート、これは演奏会までの過程の記録。これは4人のトランペッターによるアンサンブル、アンサンブルセレーノのコンサートの記録。今回の演奏会は観客を入れる通常通りのものと、それを記録して後日アップロードする配信型のものがあった。あれなんだね、生配信じゃないんだ。あ、そうなんですよ。いや、生はちょっと機材的に、録音環境的に、そう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 、ちょっと提供はできるけど、グレード、あとほらもうスタッフの人数とか限られてる。今回は観客数にも制限があり、ガイドラインに従って用意できた席数はたった45席。でもなんか11月25日にガイドライン変わったんですよ。あ、そうか。2週間前に申請しました。だるこれはまあタイミング悪い。結局配信で結構そう申し込んでくれてて、合わせて100人くらい。そんな話をしている間に1台の車がやってきた。アンサンブルセレーノ、
セレーノは音楽用語で晴れやかな、穏やかなという意味があるらしい。今回のコンサートで苦労したところがたくさんあるんですけど、特に今回打楽器のアンサンブルが出演してくれて、それに伴って楽器の用意がとても大変でした。こういった演奏会は準備がものを言うと言われている。そうですね、今回の演奏会は初めての演奏会ということで、チラシもプログラムも選曲も全て自分たちで行う。自分たちでどういうことが必要かっていうのがあまり明確に分かっていなかったので、その場しのぎっていう形になってしまったんですけど、この後必要なことを自分たちで考えたり、周りの例えば知り合いの方にどうやってコンサートやるんですかってお聞きしたりだとか、お金の管理どうやってやるんだとか、例えばあとお客様の来ていただくのはどうしたらいいのかなとか、本当に手探りでやってくる、なんだろうな企画して進めていくことが大変だったかなと思っております。こうして彼らは会場へと足を踏み入れた。ここが今日演奏を行うホール、山梨県立図書館多目的ホール。時間は待ってくれない。ただただ準備を急ぐ。まずやることは打楽器の搬入。しかしその道のりは長かった。今回の演奏会のホールは図書館の一部。ここ鍵閉まってて迷ってたんです。演奏会向きでない搬入経路に彼らは苦戦していた。楽器の組み立てにも時間を要し、気がついたら時間は予定よりも40分もしていた。最悪トランペット削って、あと一番いる人だった。なんか写真撮影いやそんなにいらないの。多分打楽器時間分できるよりは打楽器ね。俺らのリハと写真撮影そんないらないっておっしゃってたんで、そこ削って調整する。配信の準備も大掛かりだった。どうやら機材に15万円もかかったらしい。そんな機材で録音された今回の演奏会。音声チェックももちろん自分たちで。細かい準備も自分たちで全て行う。テーブルの位置からパンフレットの並べ方、全てにこだわる。でそれ重ねるとさ、あんまよくない。でも全部バラバラに置いてあるからさ、なんていうの、接触機会がどうたらこうたらってなっちゃって、重ねない方がさ、めちゃめちゃ興奮してます。結構いろいろ困難もあったので、本番うまくいけばそれが報われるかなと思います。フィルムインラボ専属デザイナーの長島も少しお手伝い。
少年のようにオイルの話で盛り上がった。ハルミン、これめっちゃ軽いんだけど。俺らモンスターオイル本番投入。めっちゃ軽くね。俺グリス乗っちゃおうかな。じゃあ俺グリスやっちゃおうかな。これ結局どこで炊けた？席はこっちですか？いいか？こうなってんだろ？押して。こう回す。オッケーオッケー。覚えた。今ロックなってんだな。あ、本当だ、めっちゃ軽い。すぐカシャカシャカシャ。すぐ使い切っちゃうやつかな。指揮者もする彼が打楽器のリハーサルを見に来た。早くやれよお前。今回の取材でよく見たのはこの4人の仲の良さである。この仲の良さからできる音色もセレーノの魅力なのかもしれない。こうして彼らのリハーサルが始まった。まあ、特にそのトランペットの4人には思い入れがありますし、今でもこうやって仲良く友達がいるのが嬉しいです。それぞれまあ個性もあっていろいろ違うところあるんですけど、こうやって一つの音楽ができるということで、まあ、本番お互いこう認め合いながら楽しみながら演奏できればなと思います。山梨県の音楽活動の貢献ということなんですけども、まあ実際蓋を開けてみると自分たちがすごい思い思い、結構自分たちでやりたいこととかあんなことやってみたいとか、トランペットだけなんですけど多様な音楽をどんどん皆さんにお届けできるように頑張って活動していきたいと思っています。今回の演奏会の目玉は団長の相澤が作曲したセレーノ。まあ、このチーム、特にトランペットのアンサンブルセレーノっていう4人のチームは、まあ、私が高校生の時から仲良くしているメンバーで、本当に腐れ縁というのが正しいかもしれないんですけど、これほど長く付き合っているとは思いませんでしたし、本当数日だけの企画バンドみたいなところが始まって、まあ、それがいろいろあって、まあ、こういう演奏会をするような団体にまで成長しました。自分たちは演奏会なんですけど、その硬いクラシックの演奏会って感じじゃなくて、なんかもっとライブに近い。自分たちがやりたいことを実現するためには、そうですね、結構努力を惜しまない、結構あとフットワーク軽く。周りからはどう見えているんだろう。ラッパ好きな人たちだな、音楽が本当に好きなんだなっていう感じがします。わかります。ですよね。動画です。あと行動力が行動力があるなと。だんだんと本番が近づいてきた。めっちゃ緊張してます。ちなみに疲れは？疲れはまあ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 、まだまだ本番にとっといてあるんで大丈夫です。今何してるんですか？今は来場者の方のアンケートを作ってます。今後の活動の役に立てようと思って。なかなかアンケート作るのも難しいですね。本当はもっと前にやっておくべきだったんですけど忘れてました。急ピッチで最終準備を行っていく。ついさっき作ったアンケートへの QR コードもここに入れる。本番まであと1時間。
お、アサリンスーパーでかい。緊張はなかった。今持っている自分の力を最大限出すだけ。こうして演奏会は幕を開ける。私たちアンサンブルセレーノ、アンサンブルセレーノ、アンサンブルセレーノ、アンサンブルセレーノという団体なんですけれども、できたばっかの団体です。なのでまだまだわからないこともたくさんあります。ただこの若い力で形にとらわれない音楽の楽しみ方をどんどん追求してまいりますので、ぜひ今後も応援よろしくお願いいたします。お互いを見てタイミングを合わせて、さあここがスタートだ。